人気グループ、なにわ男子がメインパーソリティを務める8月26日、27日に放送される24時間レビュ46のスペシャルドラマ、虹色のチョーク地、障害者と歩んだ町工場の奇跡の主演をグループのメンバー、道江俊優が務める子が決定した。社員の大半が知的障害者とジョーク会社が会社の存続をかけて新商品、 開発に挑む。窓にかける魔法のチョークを開け、下町工場の奇跡の物語を実話をもとにドラ化する。道枝は、チョーク会社社長の息子、大森、翔、大森、博と役に起用された。モデル、なった。日本理科学工業株式会社は、日本の市、あ、約70%を占める、チョーク製造販売会社。 まだ触り、芋の雇用が義務化されていなかった1960年に、初、手知的障害者を雇用して、以来、一貫して、触り、芋の雇用を推し進め、75年には、川崎市に、日本初、心身障害者多数雇用モデル工場を設置。2023年延、91人の社員のうち66人が、知的障害者、障害者、4割や約7割となっている。 製造ラインを落ちてき、会社だけで稼働できるよう、工程に様々な工夫を凝らし、日本で一番大切にした会社として、経営と福祉の両方の面で注目さ、手おり、粉の飛散が少ないダストレス帳、山戸に描けるキットパスなど、SDGs や地球環境に凝した商品を生み出し、今も進化を続けていい。交渉はやりたいことが見つからないまま、海に、 短期留学するが、流されるままに、父が経営、る、チョーク会社に就職。工場の危機的な経営、今日を目の当たりにする。社長である父と、さわりが、物雇用をめぐって、衝突を繰り返しながらも、害がある社員たちの労働への真摯な姿勢、ら、働くことの幸せを学んでゆく。道江は、24時間。デビスペシャルドラマ出演は、2021年の、 生徒が人をやり直せる学校以来ですが、今回は主演をめさせていただけることがすごく嬉しいです。何は男子としてはメンパーソナリティ、道江俊優個人としては、ドラマの主演もやせていただくということで、すごくプレッシもありますが、スタッフの皆さんと一緒に後まで駆け抜けていけたらなと思って今、と意気込みを語った。クランクインに先駆け、のモデルとなった工場を訪れ、 大山高久大、取締役社長の案内のもと、工場を見学した道へ、障害がある方の雇用というのは普段あま、触れる機会のないテーマで、デリケートな部もあるのかなと思っていたので、どう、向き合い、ばいいのか、まだ模索中です。ただ、ドラマを通、手前向きなメッセージを伝えられたらいい、と感じていますと、意気込む。 交渉のモデルに他大仙社長に工場を案内してもらった子で気になったことはどんどん聞いていきまた実際のエピソードで曲がったチョークを別する作業の中で障害のある従業員の方判別に迷って全体の流れが止まってしまういう問題が起きたそうです解決のために子まで零下罰しかなかった選別の箱の他に どっちかわからないという意味のの箱を作ったら、ゴーがスムーズに進むようになったというを、お聞きました。はじめは、その一人の方のために、得た工夫だったのに、他の人の作業も早くなったそうなんです。誰かのために考えたことが、なのためになる、この社長の言葉がすごく、像に残っていますと感想を語る。交渉は、最初、障害のある従業員の方との接し方に戸惑いたり、 工場の経営が厳しいのに障害者雇用、減らしたりやめたりしない父親に反発する。ですが、工場のみんなと時間を過ごしていく。地に、少しずついろんなことに気づいて、変は、テイク、その成長の過程をしっかりと演じら、たらなと思います。このドラマを見ていただ、すべての皆さんに、働くことの幸せを感じて、いただけたらいいなと思いますと、役柄への層を明かしている。さらに、 実際の超ク製造ほどの一部を体験し、お仕事中にお邪魔してご枠をおかけしてしまっているのではという文字もあったんですが、従業員の皆さんが言う、くわたたかく、アットホームな感じで迎えてくだ、いました。皆さんの作業は見ている時には、単層に見えるんですけど、実際にやってみ、と全然簡単じゃなくて、作業場の中で皆さん、集中力や、 すごく繊細な作業で一個一個丁寧仕上げていく熱量を肌で感じましたと、交渉を演じるにあたっての手応えを口にした。